パブロ・ベルヘル・ウランガは、スペイン・ビスカヤ県・ビルバオ出身の映画監督、脚本家、映像監督である。1963年に、ビスカヤ県・ビルバオに生まれ、ビルバオ市内のトゥルエバで、アルチャンダ学校に通った。1988年には、アートディレクターのアレックス・デラ・ライ・グレシアやラモン・バレアと、共に、初の短編映画、ママを監督した。その後は、 ビスカヤ県議会から奨学金を得て、ニューヨーク大学映画学科修士課程で学び、在学中には、トゥルースビューティーでカレッジエミー賞にノミネートされた。映画学の学術博士号を得ると、その後は、ケンブリッジ大学、プリンストン大学、イエール大学、ソレボンヌ大学などの映画学科で教壇に立ち、ニューヨークフィルムアカデミーでも教授を務めた。2003年には、ハビエル・カマラ、 フェルナンド・テ・ヘイ・ロ、カンデラ・ペーニャなどが出演した、トーレ・マリーノス73を監督し、工業的な成功を収めた。マラガ映画祭では、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞を受賞し、第18回、ゴヤ賞では、脚本賞、新人監督賞、主演男優賞、主演女優賞に、ノミネートされた。エディンバラ国際映画祭、トゥールーズ映画祭、 パームスプリングス国際映画祭などでも高評価を得て、日本では2005年の夕張国際ファンタスティック映画祭で上映された。2012年には中国でリメイクされた。ベルヘルはプロモーションビデオの監督も務めており、日本のロックバンドであるソフィアの黒いブーツ、オーマイフレンドなどを手掛けている。その後、3作目の作品のために8年がかりで資金を集め、 2012年の3作目、ブランカニエベスで、監督、脚本、制作を務めた。グリム童話の白雪姫を大胆に脚色し、女性闘牛士を中心とするドラマ映画に仕立てた。1920年代のスペインを忠実に再現し、2011年にミシェル・アザナビシウス監督が撮ったフランス映画、アーティストのように、白黒サイレント映画として公開された。 2013年の第85回アカデミー賞外国語映画賞にスペイン代表作品として出品された。2012年のサンセバスティアン国際映画祭では審査員特別賞と主演女優賞を受賞し、2013年の第27回小屋賞では作品賞、脚本賞、主演女優賞を含む10部門を受賞した。 第9回ブカレスト国際映画祭でもトロフィーを得ている。ありがとうございます。